はい、魚見オンライン定期更新です。今回はシーフードミックスを釣り屋さんにしてみたということをやってみようと思います。まあいろいろな、ね、YouTuber さんがシーフードミックスで釣りなさってるんで、魚見オンライン的にはね、水中でどんな感じになってるのか、釣れなくても、人気はあるよみたいなことがわかるかもしれないんで、まあ見ていこうかなと思います。普通ね、シーフードミックスって中身見るとアサリ、エビ、イカが入ってることが多いんですが、この3つをね、2つずつ直接対決にして総当たりでやってみましょう。さあ、どんな結末になるか、お気に入りの餌がね、見つかるといいんですが、ということでやっていきます。仕掛けの、説明だけ軽くしておきます。目印がついてます。赤がアサリ、緑がエビみたいな感じの、表示をね、表記しますんで、それを参考にご覧ください。あ、でね、ラストにエキシビションマッチみたいな感じでオキアミ対決も収録しました。マルキューの食わせオキアミスーパーハードと食わせオキアミ食い込みイエローを、これもね、2つ同時に投入します。まあ釣り餌専用餌はね、こんなに違うんだっていう面目逆如となるのか、はたまたシーフードミックスでいいんじゃないってなるのかは、雰囲気をお楽しみください。ではどうぞ。